カモン、おっきいなっていう感じの人ですね。あれこれ、ね、ちょっといいやつわかんないですけど。お願いします。よろしくお願いします。5人目です。ムさん、マジっすか。はい、バトン回ってきましたね。ナンバー5、OK、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もうみんなの動画を見てくれてますよね。バッチリ見ました。じゃああんな感じです。よろしくお願いします。やりますのでお願いします。今日もムーさんは11質問あっいるんですよ。カメラ目線しちゃう。第1問、入社したきっかけ。きっかけ、きっかけ教えちゃってください。おかしいこと言いますね。きっかけは結構何年、 4,5 年ぐらい前から外注として来てまして、うん、まあ、社長と偶然会いまして、富井さんってピーナッツ屋さんやるときに社長がたまたま会いまして、うん、その時に、まあ、一緒にやらんかみたいな感じだったんですけど、3回ぐらいお断りしました。はい、がっつり、はい、なんかのタイミングでもう一回会って、あの言われて、うん、もうなんとなく丸め込まれたんですね。まあいいかな、もう、まあ、もういいかなみたいな感じで、なんかもしいいや、もうその時になんかもうよしやろうっていう、そういう感じで、覚悟は決まったんですね。あ、家帰っていろいろ相談して、皆さんがそれがいいって言うんで、よしよって、ずっと佐々木できて、最後また佐々木じゃない、うん、ずっと佐々木に縁があるっていうか、だから最後も佐々木なんだなと思いながら、あ、もうそうしましょうっていうことで、ありがとうございます。もう何年経ちます？増えてから。いや、そうでもないですよ、2年です。ありがとうございます。そうです。実際ユーマペイントに入社してみて、どう感じますか？どう感じますか？会社の雰囲気とか。会社の雰囲気ですか、うん、頭を置くといいなっていうのを感じましたけどね。使えるこれ、使えるの、ちょっとピーなんすかわかんないですけど、2本目からピー入っちゃうの。みんな明るくていいんじゃないかなってそういう感覚を受けました。嘘つきたくない。ちなみにどういうところが明るくて、あ、明るくて、明るくて、明るくて楽しい人たち、人たちが多くて、そうですね、お茶目な方が多いな。お茶目ね。総括すると、うん、頭が、いや、そんなこと皆さん楽しそうだなと。楽しそうでね、うん、最初のとこ使います。カットカット。仕事でのこだわりとか大切にしてること。大切にしてることですか。いい加減な仕事をやらない。まず手直しを出さない。あと なるべくお客さんに言われたことはニーズに合わせて、うん、まあ、ちょっと時間がかかってもやるっていうのは常に毎日思ってます。おお、なるほどね、はい、ムーさんは現場もやるし、はい、気配もやるんですもんね。なんかやってますね。ね、はい、内装、ライフ絡みのやつね。はい、やってますね。じゃあ現場にいるときはそんな感じですね。そうですね、出さないニーズに合わせてですね。仕事で達成感を感じる瞬間。達成感らしいですよ。なんだろうな、でもお客さんに帰るときに最後終わって、うん、まあ、今日でこれでまあ完了になります、うんうん、お客さんに会って、うわー、おかげさまで綺麗になったねとか言われたときは、うん、あ、やってよかったなと、うん、あ、喜んでくれてんならそれでいいってありますけど、うん、たまに完了しましたっつって、えみたいな顔されると、なんかこう一気にこうテンションガーッと下がって、なんでって思うときは家で悩みます。喜んでくれたときは一番達成感はありますよね。皆さん、尊敬する人教えてください。尊敬する人ですか、うん、高校の時の、うん、まあ、野球部だったんですけど、ずっと寮生活で、うん、その時の監督ですか。野球部の監督、今もう違うとこ行っちゃってますけど。あ、ちなみに何でですか。すごい熱く人で、うん、まあ、暴力もあったんですけど、うん、あ、時代がね、うん、ただなんかすごい練習とか、その寮にいる時は挨拶とかゴミ拾いとかっていうのがものすごい厳しい人で、でもなんか卒業した時にはものすごいいい人で、なんかいろんな気にかけてくれて電話くれたり、すごい、なんていうんだろう、先生としてすごい立派な人で、その人はもうずっと尊敬をしてます。休みの日は何してますか。休みの日は草むしりか、あとはまあご飯作る、夜はご飯作ったり。作るか。作りますね。へー、あ、作りますけどね。昨日作りましたよ。あ、じゃあ得意料理なの。得意料理ですか。はい、昨日はナスの煮浸しっていうのを作ってみました。あと昨日は黒吹き大根。はい、あ、まだ和食多い。あれは作りました、ね。あと肉焼いたりして、昨日は皿洗いもしてやりました。あ、すごいですね。日曜日はそんなもんですね。あとスーパー巡りですね。大好きなんで。
YouTube はそんな感じです、ね、ありがとうございます、はい、何をしてる時が一番幸せですか。ピーって言っていいの入っちゃうのわかんないですけど、うん、まあ、ピーなんでしょうけどね。ダメかもしれない。まあ、そしたら何をしてるとき、まあ、トイレに入ってるときは自分の時間があるんですごい楽しいです本当に。30分ぐらい出てこないです。楽しいっていうか、まあ、ちょっと携帯いじって落ち着く時間です。ああ、そっかそっか、はい、なるほど。いつも持ち歩いてま、るじゃないですか、バッグを。はい、中身何が入ってるんだろうって。見せた方がいいんですか。そう。誰が言ってるんですかね。結構多くいたんです。芸能人みたいですね。そう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 、あ、本当に。まず新しいカバンはこのカマゲルのこのマークがあるんですけど、まずお下がりのサイズ、お下がりのサイズですよね。ブランドみたいな。待って待って、うんね、すごい女子みたいなブランド持ってます。ほら、それからこれ運転のメガネの赤なんですよね。あったかお揃い。それからこのマークもちろん携帯なんですけど、だから老眼用の黒ですね、黒。それからこれ腰が痛くなるコルセット。まあ、充電器ですね。ああ、そうね、大事だ。それから朝自転車なんで、うん、っていうことですね。そうだ。そして中からまだインバックなんで、このインバックは、あと分かんない、こういう袋ごちゃ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 。それから、まあ、アイコス掃除するやつも、まあ、ちょっと厳重手当するんで、鉛筆とボールペンですね。はい。まあ、あとはよく分からないけども、ピンセット。これトゲ入った時に抜くんで。そうか、はい、そうか。よくわかんないけど腕時計ですね、しないですけどね。へ、まあ、こんなもんですね。汚いですね。汚いですね。あんま見せたくなかった。ちょっと待って、これバッグっていうか保冷袋。保冷袋。これまず保冷袋。大きい方みたい。これ保冷袋。もうよろしいですか。ありがとうございます。最近の一番高い買い物。一番高い買い物。うん、最近は布団です。まあ、単純金額じゃないです。自分ですね。6万ぐらいでした。あ、すごい。あ、結構いいやつ。はい、腰痛かったんで。あー、四股、四股。四股です。高反発ってやつです。なんか英語がね、変えました。使い心地いいです。腰は、うん、痛くなくなりました。あ、本当に、はい、すごい。宝くじで1億円当たったら何に使いますか。1億円ですか。1億円。やめますね、会社。やめて、どっか移住します。移住。まあ、家買って車買って、車は500万ぐらい買って、家まあどうだろう、マンション2500万ぐらいちょっと買って、あとは何ていうんですか、まあ、なんかやるんでしょうね。誰か使って商売しますね。仕事するんだ。自分は動かないですよ。そんな感じです。なるほどね。はい、じゃあ次、最後ですよ、はい、最後、今後の夢や挑戦したいことありますか。夢ですか。やりたいことは一戸建てやりたいっていうのと、戸建てやりたいっていうのと、うん、もっといっぱい人が掘り木ができるようになって、掘り木の下にやっついて、その下にまた人がついて、そういう大人数の工事部っていうんですかね、うんうんうん、今3人なんで、まあ、本当にでかい、毎日5現場、6現場、7現場ぐらい行くように散って動くような、そういうのが夢というか、なったらいいなとは思ってますね。こじんまりじゃなくて、もっともっと駅の下にもいっぱい人ができて、その下にできるっていうのが夢というか、なってほしいなっていう願望があるんですよね。あー、じゃないですか。やめたいっていうか、びっくりしました。いやいや、お金入る。じゃあ、これで以上です。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、次の、はい、バトンですね、はい、を誰にするかを指名していただきたいと思いますので。次ですか。次。マジですか。はい。誰でもいいですよね。どれでもいいです。今やってない人まだ。マジですか。タスキですよね。そう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 。それじゃあ、はい。そうすると。じゃあ言います。どうぞ。次は堀木だ。やったー。次、じゃあ堀木に向けてちょっと一言。正直に全部話してください。よろしくお願いします。なんかやったの。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。